5人組アイドルグループ、嵐の櫻井翔が27日、月曜キャスターを務める日本テレビ系報道番組、ニュースゼロの出演を見合わせた映像。櫻井翔、電話出演でメッセージ櫻井は番組冒頭、自宅から電話出演し、夕方そちらに向かう際に体温を測りまして、仕事に向かう時はいつも測っているんですが、平熱より少し高かった、と説明。体調には異変がないといい、新型コロナウイルスに感染した可能性は低いとみられるが、今は無理をするより、大事を取る選択が重要かなと思いました、と明かし、続けて、今からそちらに向かいたいぐらいなんですが、万が一のことを考えて、このような形にさせていただきます、と語った。有働由美子アナウンサーから、体調が大丈夫だと聞いて安心しました。周りのスタッフに移さない、感染を広げない判断ですね、と尋ねられると、そうですね。皆さんも少しでも体調に変化を感じたら、仕事でもプライベートでも迷わずに休んでいただけたら、と視聴者に向けメッセージを送った。アベマ、アベマニュース、より、